おはよう。何よ。は？声かけたわよ。私起きるからねって。それなのに、グースが寝てたのはあんたでしょ？まったく。ま、今日は大学も休みだし、ちょうどいいでしょ。コーヒー飲む？って言っても、あんたが買いだめてたインスタントのやつだけど。そう、ちょっと待ってね。はい。あ、味なんか違うわけないでしょ。バカじゃない？あんたの家の、あんたが買った、あんたの台所で入れたやつなんだから。彼女が入れたくらいで、味が変わるわけないでしょ。彼女、でしょ？悪い？事実なんだからいいじゃない。それとも、付き合う気もないのに家に呼んで、一緒に寝たって言うの？だとしたら、許さないから。うん、それでいいの。そうよね。私は彼女。彼女。そんなことより、昨日すぐ寝ちゃったから、してあげたかったことができなかったのよ。これよ、これ。あんた耳かき好きでしょ？ほら、いつもこういうのしてる、VTuber って言うのかしら。見てるじゃない。私からしたら、正直気に食わないのよ。だから、私がしてあげようって思って。いいから、横になりなさいよ。ほら、早く。ちょっと、何私の太もも堪能してんの？わかるわよ。手でいやらしく触ったじゃない。付き合ったからって、調子に乗らないでよね。大体何よこの服。仮シャツってやつ？正直めちゃくちゃ恥ずかしいんだから。次までにちゃんとしたパジャマ持ってきて、置いておくから。こんな格好、今回だけなんだからね。じゃ、耳かきするから。マッサージ？何よそれ。ふん。V の子は耳かきの前にやってくれるんだ。ムカつく。引きちぎってやろうかな。はいはい。マッサージね。わかったわよ。感じでいいわけ？何よ、自分でも正解がわかんないって。まあそうよね。実際にされたのは初めてってことだもんね。これよこれよ、きっと正解。だって気持ちいいでしょ？ならいいじゃない。
ここまでにして、ようやく耳かきってことでいいのよね。まったく、どんだけ散らすのよ。耳かきしていくわね。ならよかった。動かないでよね。怪我されたりなんてしたら迷惑だし。もう少し強くしてもいいの？本当に？それじゃあ。マッサージすればいいの？現金のやつ完全に味しめてるじゃん。まあいいや。右で結構コツはつかんだし。さっきより上手くない？わかんない？そこは嘘でも、さっきより最高だよ、天才だよって褒めとけよ。私みたいなタイプは持ち上げといた方がいいことあるよ。しても、テスラ2
繋いでないのに、耳はこんなに座ってるの、バランス悪いわよね。確かに寝てるあんたの手は握ってたけど、って、なんで知ってんのよ。少しでも目覚ました瞬間あったなら言いなさいよ。十分ほぐれたし、耳かきもしていくね。この力加減完璧でしょ。うんうん、そうそう、そうやって褒めておけばいいのよ。本当に平気、木とか使ってない。そう、それならよかった。なんか恋人ができる時って運命の出会いとかそういうのがあると思ってたけど、大学生にもなるとそんなことないんだなって。なんとなく一緒の空間にいて、なんとなく意気投合して、気がついたら好きになって、けど多分それがいいんだなって。あんた、明日の提出のレポートやってないの？何してんのよ。耳かきなんてしてる場合じゃないでしょ。これはまた後で。手伝ってあげるから、レポートやるわよ。ほら、早く。